ーモニックマイナーに、そしてここの部分は A、 メロディックマイナーにキーが一時的に変化しているというふうに考えてください。ここのコードは D9th 的に扱われることが多いというふうにお考えいただいてもよろしいかと思います。寒い夜ね、雪をちょっと降らせてみますか。雪が降ってるイメージは音が伸びないよね。あのだとあんまりその雪がこうコン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 とかこう降るイメージじゃないもんね。だから例えば休符を入れないで8分音符の連続にしてみましょうか。やっぱりこうよりは断然なんかこう寒暖なく雪がコン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 降ってるイメージになってきましたね。上昇音形1本でシンコペーションになってダラリラリリララリララララララだとちょっとイケイケだもんね。ちょっと表現として強いかなっていう気がする。ここになった時にとか、まあギターでもいいし、ストリングスのピッチカートですね。ピッチカートっていうのは弓で弾かないで弦を押せて指でこう弾く、ね、こういう音がするやつね。その前までを普通のちょっと雪やコンコン的に8分音符刻みにしたりすると随分ここは雰囲気がなんか雪っぽくなるかもしれないですね。ここで一つテーマにしたいのはですね、ここのリズムなんですよね。にしてタンタカとかね、そういう細かい音符を使ってみることで少し表情を変えたいなと思うんですよね。下が機能は高いけど意外性が強いですよね。こういう風にね、来るぞ来るぞと思ってるものの代理品が来ること、そうすると C マイナーも近親調だし、 C マイナーの平行調の E フラットメジャーも近親調ってことになるわけ。だからこういうキーにね、あの転調できるわけで、ここをそういうキーで新たな展開に持っていけばいいわけですよ。ここをティーンタティーンっていう風にしてみましたよ。でこの音はこのメジャーのコードを決定づけてる音だから、このメロディーだけでも強く転調したっていうことを押し出しています。とキーから A メジャーに移るというような、この近親調メジャーに行く方法は、たくさんの名曲があるんですけれどもですね、そうですね、例えばビートルズでね、ジョージ・ハリスンの While My Guitar Gently Weeps とか